ちは、こんにちは、こんにちは。今日は藤田浩平選手に来ていただいて、兄弟でも G リーガーを経験した浩平からトレーニングを2つ紹介してもらいたいと思います。そして最後には浩平のちょっとした子供たちに向けてのインタビューを聞きますので、ぜひ最後までご覧いただいて、気になることとかこんな練習してほしいということがあればコメントください。よろしくお願いします。よし、1つ目は、自分が小学校の時に、よくやっていたトレーニングを紹介します。まあ、家にバランスボードというのがあれば、その上に乗って、もしなければタオルとか3枚引いて、その上にまず片足で立ちます。で、お父さんお母さんに手伝ってもらって、テニスボールやったりゴルフボールが家にあればこれを投げてもらいます。で、最初は片手だけ、片手、最初は左手だけでどこにボールが来てもキャッチ、どっちにボールが来てもキャッチ、左手も体ひねってキャッチ、バランス、うまいね。これを、まあ、10球ぐらいで、逆足もで、こっちも、こっち側も体をひねってもしっかりまた戻す、下に行っても戻る、これを10球ずつぐらい、10球ずつ、はい、じゃあ1回やってみましょう。これは右手、最初じゃあ右手から、はい、右手だけ、おな、厳しいな、いろんなとこ投げて、いや、上手上手、はい、逆足も、でも右利きの子は左で乗った方がやりやすい。ああ、こっち苦手やな。左利きの子は右で乗った方がやりやすい。カズマは右利きやから、こちらはちょっと難しいかな。出そう。ああ、いいんじゃない。ええ感じやな。なるほど、どう、はい、今の見て。なんか上半身とポイントは、上半身と下半身がちょっとバラバラにならないように意識はしてほしい。足首と膝と股関節しっかり耐えるのと、上半身もしっかりバランス、常にこうなりすぎないように手でうまくバランス取りながら、バランス取りながら、で、外側に体重かかったらすぐ内側に戻すイメージ、内側に入ったらすぐ外に戻す、常に真ん中に足の裏がまっすぐ丸のをイメージしながら、足が後ろに流れた、前に戻す、今の後ろ行ったら頑張って前に戻したら体が、これは実際に、ご兄弟で、家族でやってました。毎日そう、毎日やってた、はい、ずっと今の日常、今の、うん、10回適当にも、親父がテレビ見ながら僕で、親父すげえ、まさきさん、えお兄ちゃん、いや、お兄ちゃんはよし人、兄貴はやってたのかな、兄貴も多分やってたと思う。2つ目は、自分がもうちょっとやっとけばよかったなっていうところで、このマーカー適当に何個か置いて、常に一歩でボール触る、毎回右左で交互に絶対ボール触る、右左絶対交互、絶対交互、こうやって運んだりはなしで、左で触ったら次右で、左で、右で、左で、右で、左で、いろんなところに、難しい、インサイド、アウトサイド使ったり、あ、うまいうまい、ちょっと離れても足頑張って伸ばす。で、たまに自分でわざと離してそれを無理に触りに行く練習も。じゃあ実際試合の時にちょっとボール離れても無理に行けるようになるし。なるほどね。ちょっと離れたボールでも自分で体ごと運びながら。オッケー。やってみましょう。じゃあやってみます。僕なん
こういうトレーニング一番やった方がいいですよね。スタート。今日もドリブルでっかなってたし、大きく出して、おー触りに行く、やっぱ広げる、あー2回ついた常に触る、常に触る、そうそうそう、ナイスナイス、あ、取る、やばい、なんか上半身バラバラじゃない、なんかバラバラ、割れてる、オッケー、結構難しいな、右右とかやっちゃってるな、やっぱ意識としてはもう常にボール触る意識があればどこに行っても、速さではどんな感じなんですか、公平のこれぐらいっていうのを見せて、でも速くやっぱやればやるほど難しいけど、うん、やっぱその意識で、もう安定してんな、うまいね、あ、ディフェンス倒した、もうちょっと変なドリブルになるかもしれないけど常にやっぱ交互っていうのを意識してで、これにプラスプラス、この前ユートの動画で多分上がったけど、うん、やっぱりこのドリブルしてたらどうしても目線が下に行くから、ちょっとお父さんお母さんが、まあ、ユートのやつがツーッと出しちゃうから見ながらっていうのは無理やけど、視野を上げるっていうので5、1、あー大事やな、5、5、5、これで自分の中で見るタイミングっていうのができるようになるから5、5、5ばっかり5しか出ない、いやもういい、ちょっと見る意識っていうのが自分の中でドリブルしながらでも顔を上げるっていうのが勝手に意識づくと思うし、さっきのでも難しかったのにな、じゃあやってみよう、 OK スタート、5、いっちゃう、ちゃうちゃうちゃう、5、ちゃんと見て、5、3、いや3、3、3、3、3、3、3、いや2や、2や、3ばっかり、2、2、2、2、2ばっかり、2、はい、ボール触ってスピード上げて、はい、ラスト10秒、2、2、2、何回見ても2、5、4、3、2、1、きっと5、 OK、 ナイス、きついの、結構きつい、あ、そうなんし、でもやっぱその中で絶対ボール触らなあかんっていう意識もつくし、今みたいにメニュー最初できるようになってきたらちょっと顔を上げるっていう意識で、なるほどね、乳酸溜まるけどきつい、これいいね、確かにいいわこれ、スタミナもつくな、ゲームの体力ちゃうこれが、 あと1つ1個お願い、結構今足の裏使ったり、あ、足の裏使ったりするコーラも多いし、あ、今使ってなかった俺らも、足の裏結構使い慣れてないから、自然とこうやってても出なかったけど、今の子って結構使う部分もさ、それ足の裏を付け加えたら自然と運びやすいところもあるし、あーいいね、多分俺らはこれもっと苦手、バテる前に言ってよ、その難しいね、はい、カズマ行ってみよう、オッケー、足の裏途中入れながら、あ、いいよ、そうそう、ナイスナイスナイス、おおおお、足の裏入れて、はい、顔上げて顔上げて、2、オッケーオッケーオッケー、いいよ、はいはいはい、2、あ、いいよ、足の裏入れて、はいはいはい、2、あ、いいよ、まだ行こう、まだ行こう、はいはいはい、はい、まだ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 、はいはいはい、2、はい、上げて上げて、お、いいよ、2から、2、はい、まだまだまだ、2、3、2、5、はい、まだまだ足の裏出てないよ、使い慣れてないから、10、まだあと10秒、あと10秒、あと10秒、5、5、あと5秒、5、5、やばい、ちっちゃなってる、2、1、 OK、 はい、きつい、これ、これはちっちゃい頃にやっとけばもっと足元もうまくなれると思うんで、めっちゃきついです、やってみてください、これでも足の裏使った途端めっちゃ難しい、今の子は足の裏使うこと多いし、確かに使ってるな、やっぱボールを常に触るっていうのと、ちょっと離れたところでもボール触れるようになるっていうのと、顔が上がるっていうところ、ちゃんと話聞いてすごく身につくと思うんで、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です、結構きついな、結構きついよ、結構きついな、まあでもバランスのトレーニングなんかお家でもできるもんな、そうやね、あれめっちゃいいな、うん、どっちもまあ家でできると思う、うん、確かにな、あれもあれか、ゴミとか置いて、うん、ボールなんかプリプリボールでもいいし、何でもいいし、うん、とりあえず触るっていう、うん、あれは家でできる、めっちゃええな、家でこれ、あの子供たち、これから上を目指そうという子供たちにメッセージをあのもらいたいなと思ってるんだけど、まあメニュー自体は、まあ、今もいっぱいいろんな人が、YouTube とかでもやってるし、うん、
でもまあ一番はやっぱりそれも本気でなりたいと思って、うん、毎日そういう向上心持ってなんかもう無我夢中に自分はやってたかなと思うから、うん、なんかやらなあかんっていうわけじゃなくてもう公園行ってサッカーやるみたいなのが当たり前というか普通にあったから、うん、まあもうなりたいんやったらその練習せなあかんっていうのは多分分かってると思うし、でもまあしんどいとかも出てくるけど、まあそこでほんまになりたいんやったら別に行くと思うし公園に、うん、公園に行ったらサッカーするからまずそうやって公園に行くとか、うん、ボール持って外に出たら行くから、うん、そういう気持ちで毎日おればプロになれる。みんなマジでなれる。そのいい時は多分みんなも勝手にできるけど、うん、そのしんどい時とかきつい時にどれだけ自分と戦って、うん、いやっていうのが自分はプロになるとか自分は別にサッカー選手だけじゃなくても なりたいっていうのでも、うん、そういうしんどい時にどんだけ頑張れるかやと思うから、うん、調子いい時とか気分いい時は全然乗り切りでいけると思うし、うん、じゃない？俺はもう今もそうやん。そうやな、結局しんどい時にどんだけ頑張れるかみたいな。それはでも子供の頃からやっぱり一緒やと思うし、うん、そこを頑張ってほしいですね。そこを頑張ってほしいというメッセージです、はい、じゃあ最後に、いよいよ今週からJFL が開幕します。コロナもあって中断期間もあったけど、まあ、開幕するのを、楽しみにしてる人たち最後にメッセージをお願いいたします。はい、本当、3月開幕のはずが、7月まで長引いて、まあ、僕たちももちろん、ずっと試合したかったですし、サポーターファンの皆さんも、試合を見たかったと思いますけど、まあ、7月の試合は、無観客での試合になりますけど、僕たちもしっかり、一生懸命結果出しに行くんで、家で応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。7月19日、滋賀県で試合が開催されます。多分、はい、おそらく放送もあるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも皆さん力を貸してください。お願いします。それでは、いいねボタンとコメント、めちゃめちゃもうコメントお待ちしてますんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。撮れてる？